オリミア超微炭酸系アベマトーク版。さあ始まりました。この番組ではホリミア待望の、ね、テレビアニメ化を記念して作品をもっとたくさんの方々に好きになってもらうためにさまざまな魅力をお伝えしていく番組でございます。 MC はハライチの岩井ゆきでございます。よろしくお願いします。さあそして本日はこちらの方々にお越しいただいております。自己紹介お願いします。はい、あ、私からかな。はい、皆さんこんばんは、堀京子役を演じます戸松遥です。よろしくお願いします。戸松さん、イエイエイ。さあ続いて、はい、宮村泉の声をやります内山豪輝です。今日はよろしくお願いします。内山さん、さあこのメンバーでお送りしていきます。本日ね、あの放送なんですけれどもちょっと感染対策をねちょっとしっかりねあのやりましてこうアクリル板が ねありましてちょっとねソーシャルディスタンスを保った、はい形でやらせていただいておりますんでね安心でございます。さあトマスさん内山さんはもうアフレコなどで結構お会いしてます。これのね、うん、よく会ってますね。よくね、うん、あの収録も、はい、あの必ず掛け合いで撮らせていただいてるので、うん、はい、一番ねホリミアのキャストの中では、はい、うん、遭遇率なんていうの共演率遭遇率確かに最近あの共演してても会わない人っていうの結構いるので、ね、あ、いるんですか。うん、アニメによっては収録スタイルいろいろあるんですけど、なるほどなるほど、今回はよく会ってやってます。ちゃんと一緒にできるんですね。はい、家計はやっぱ一緒にやった方がやりやすいですもんね。そうですね、特にそうですね、堀さんと、ね、宮村はもう掛け合いが多いので、この、堀宮をこうやる前は結構なんかいろんな現場で会ったりとかはされてたんですか。そうですね、結構久々かな。確かにがっつり、うん、そうだね。うん、でもなんかあの結構ペアの、はい、うん、あの役っていうか役柄とかも過去にもなるほどったりとかしたり、はい、うん、定期的にはねお仕事することはありますけど、ああ、じゃあもう息はこう合わせやすいような感じなんですね。だといいねだといいけどなるほど、うん、さあということでございまして、ちょっとね皆さんあの本日は特番内でですねアニメ PV の解禁もねありますんで、これちょっとお楽しみということでございます。さあここからですね堀宮の原作についてお話ししていきたいと思います。そもそも堀宮とはといった方も、ね、中にはいらっしゃるとは思いますので、まあ、簡単なあらすじから、ね、ご紹介させていただこうと思います。はい、堀京子は美人で成績も良く学校ではクラスの中心的存在だけど、実は共働きの両親に代わり寄り道もせず家事や年の離れた弟の面倒に勤しむ家庭的な高校生なんですね。そしてある日怪我をした弟ソータを、ピアスとタトゥーだらけの見知らぬ男が、堀の家に送り届けに来た。実は彼はクラスメートの、宮村泉、学校では暗くネクラな印象なのだが、彼の別人ぶりに驚く京子。その後、ソータをきっかけに宮村は堀の家に通うようになる。クラス一のモテ女子とネクラ男子が出会ったらという、恋愛友情青春が詰まった超微炭酸系スクールライフなんですね。はい、そして、原作なんですけれども現在15巻まで発売されておりまして、シリーズ累計570万部を超えるコミックでございます。これはお二人原作はもうやっぱり読まれてますよね。はい、ちょっと驚いたんですけど堀宮じゃなくて堀宮っていう発音なんですね。そうなんですよ、うん、予告というか、PV を撮らせていただいた時も、うん、あの堀宮っていうそこで初めてこうタイトル言うことってないじゃないですか。そうですね、本編中に、うんうん、なのでそこで、ね、初めて堀宮って私たちも言いました。なるほどなるほど、はい、あ、読んでた方はこの発音だっていうのは初めて知ったって方もいるんですかね。うん、どうなんですかね。ねえ、うん、原作とかも結構人気でございますけども読んだ印象どうですか内山さん。最初はそのさっきの導入にも書かれてましたけど、うん、はい、そのクラスのちょっと日陰なような立場の男性が人気者と交流をしていくっていうちょっと甘酸っぱい楽しい始まりで、そういう高校生の楽しい話で進むのかなと思いきや、結構読み進めていくと暗い話というか、ネガティブなその彼らの年頃特有のネガティブな感情とかも深く描かれていくんで、結構振り幅の激しいというか振り幅が広い作品だなと読んでいて思いましたね。そうですよね、うん、
最初の方はなんかちょっと甘酸っぱいところもありますけど、うん、一人一人掘り下げていくとそうね、そうですね、バックボーンがありますからね。トマスさん原作読んでみていかがですか？そうですね、本当にまさにその通りで、こうただあの恋愛で甘酸っぱくてだけじゃなくって、はい、すごく一人一人のこう物語もしっかりと描かれていますし、うん、あの私個人的にあの学生時代女子校だったんですけど、あ、そうなんですか。そうなんですよね、共学を味わったことがなくて、あら、なのでなるほど、もうなんか堀宮の世界観読んでると、うん、くー、こんな高校生活送りたかったみたいな。あ、そうなんですか。楽しそうで学校生活が、はい、なのですごくそういう意味ではあの、うん、演じられることで、うん、なんかそれを今体験できている気持ちになっているので、やっぱ女子校って、うん、男子に見られてる目がないが結構オープンな感じ。いや、もうオープンですね、あの何の怖さもないです怖いもないです。あ、なるほどね、うん、はい、ちょっとね、共学だと緊張感ありますもんね、多少ね、うん、さあ、ということで原作に登場するキャラクターたちをね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。さあ、まずはお二人が演じるこの二人から参りましょう。さあ、はい、まずはですね、トマスさんの、堀京子でございます、うん、はい、はい、さあ、まあ、美人で、ね、成績優秀ということですね、はい、じゃあ、はい、ちょっとトマスさんからご紹介してもらいます。読みますね、うん、美人で成績優秀、クラスでは男女問わず慕われている人気者、はい、しかし家ではすっぴんで共働きの両親に代わり家事や弟の世話に追われている。うん、はい、なんかそうなんですよね、結構しっかり者で、まあ、家事もできますし、まあ、友達とのね、この遊びとかに参加できないっていうこのスケジュールだったりもします。うん、そうですね、なのですごいなんかあのこう姉御気質があるというか、なんかちょっとなんて言うんだろう、もう姉を超えてお母さんじゃないですけどそういうなんか貫禄みたいなものも、確かに面倒見いいですよね、はい、うん、そうですね、だからなんかそこ宮村と喋ってても、うん、なんか堀さんの方がちょっと男前気質なところが、ね、結構ある人なので、決断力とかもありますし、そうですね、さあどうですか、あの内山さんから見たこの堀さんのこの印象というか、なんか気持ちのいい人っていうか、すがすがしい、すがすがしくて、うん、カラッとしてて裏表がなくてまっすぐで、もうなんか本人ちょっと似てる感じありますけどね。本当？あ、そうですか。ちょっとあんまり褒めたくないんですけど。ちょっともっと褒めて。すごい、トマツ様はすがすがしいところ、すがすがしい感じがね、あるんですか、っぽいね、ありがとうございます。なるほどなるほど。じゃあちょっとね、役にぴったりということなんですね。ぴったりだと思いますね。ありがとうございます。じゃあ次は内山さん演じる宮村でございます。はい。宮村くんね。僕も読もうと思います。はい、長髪、メガネ、無口、学校では地味なオタクだと思われているが、実はピアス&タトゥーだらけの美形男子。意外と口が悪い一面もっていう感じですね。いやー、もうこれのね、CV が公開された時に、はい、やっぱ内山さんだよねこれはねって、あ、そうですか、うん、すげー思いましたよこれ。なんか最初はあんまりパッと見た時に自分の声がしてこなくて、はい、うん、ちょっと工夫というか、うん、アニメのアフレコを臨む時いろいろ考えつつ、うん、収録現場でもいろいろ試行錯誤しながらやらせてもらってますね。監督からはどういう感じで言われてたんですか？まあ、その全体こうしてって強く言われることはなかったんですけど、シーンによってまあちょっとここでネタバレ等々も含めて言うのは難しいんですけど、いろいろ変化を見せるキャラクターなので、その辺の切り替えだったり、キャラクターをどう演じるかっていう部分でいろんな切り口があるといえばあるので、その辺のバランス調整をいつもスタッフの方々にしてもらってますね。確かにな、でもなんか2キャラともね、なんか二面性があるようなキャラクターなんで、なんかこう声を当てるのもちょっと難しそうですけどね。トマスさんから見て宮村君どうですか？あ、でもすごい本当に話が進んでいくごとに、すごい宮村のなんかこう一面って本当にどん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 出てくるので、なんか結構堀さんって宮村をいじったりすることが多いんですけど、その気持ちがちょっと分かるというか、なんかもっと知りたいって思わせてくれる魅力がある男の子だなって思いますね。堀さんが宮村君いじんのはやっぱりトマスさんがね、あの本番前もね、内山君のこといじってましたね、うん、靴下履いてんのそう、気になっちゃった、すごい、すげえいじりまくってました、履いてました、履いてるんだよね、うん、やめてくださいやめてください、この人 ね、 革靴ですからね、この人俺の個人情報すげえ握ってるんですよ、はい
あ、そうなんだ。業界で一番握ってるんですよ。そうだね。怖いよ。嫌なんだよな。いじりまくってるからなんかその関係近いのかなと思いましたね。さあ、そして一巻でですね、宮村くんが堀さんの自宅にソータを送りに来たシーンなんですけれども、うん、はい、こちらになります。はい、うん、先ほどのちょっとキャラクター像とはちょっと変わってますよね。ね、うん、さあということでございまして、こうピアスが開いていたりだとか、うん、もう口からチェーン下げてますからね、これね、うん、確かに。そうなんです、これはちょっとパッと見た時ね、誰だっけってなっちゃいますよね。そうなんです、堀さんが分かんなかったですからね。さあ、こういったギャップもねありますんで、うん、ここからはじゃあね、2人をね取り巻くキャラクターもご紹介させていただきたいと思います。はい、こちらでございます。はい、まあ、こんな感じになっておりまして、まあ、石川徹くんですとか、まあ、それはね、堀と宮村のクラスメート、人がよくルックスもそこそこいいため、女子からも評判があるということでございまして、裏表のないまっすぐな性格なんですね。はい、そしてですね、吉川由紀、はい、堀と宮村のクラスメートで石川と一緒に体育委員をしている、堀と仲が良く誰とでも仲良くできるタイプで友達思いの元気な子ということでございます。はい、そして、はい、戦国×高校の、ね、生徒会長を務める秀才なんですけれども、体力不足でスポーツはいまいちなんですけれども、成績は学年総合トップをキープ、理想に向かって人一倍頑張る努力家ということでございます。なんかつかみどころのないキャラではありますけれどもね。はい、そして綾崎レミ、はい、生徒会のマスコット的存在で男子生徒に人気があり、性格は好奇心旺盛、思ったことを物おじせずに口にする、笑顔でとんでも発言をする小悪魔タイプということで、うん、結構ズバッというところでね、なんか毒が効いてたりとかもありますよね。さあ、そして河野さくら、戦国レミと親しい生徒会役員で、成績優秀かつ料理も得意な優等生、3人の中では一番、親交深く、どこかレミの、レミや戦国を見守っているようなところがあるということなんですけれどもね。はい、お二人気になるキャラクターいますか？いやー、みんな気になりますね。あの色付きのアニメ初めて見たんで、確かにそうなんですか、思ったこれが動くんだと思って、なるほど、カラフル、ね、楽しみになりました。髪の色がいいですね。確かにいい感じのバランスですね。石川、吉川の2人はね、この2キャラと絡むこと多いんで、印象深いですね。いや、河野さん僕好きなんですよね。確かになんかそれぞれね、あの物語がありますよね。そうなんですよ。まあ、なんかちょっと優しい感じのね、キャラクターではございますけど、こんな個性豊かな、ね、キャラクターたくさん登場いたしますのでね、ストーリーがどのようにアニメで表現されるかが楽しみでございます。はい、そしてですね、堀宮は毎月、18日発売の月刊 G ファンタジーにて好評連載中でございます。コミックス、先日ですね、第15巻が発売されました。こちらでございます。さあ、堀宮テレビアニメ放送決定という帯がついておりますけれどもね。はい、そうなんですよ、同級生の2人がね、この ね、 ね、はい、いいポージングでございます。もう読んでいただいている方もいると思いますけれどもね、はい、ぜひこの機会に手に取ってみてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、もうじゃあアニメについて話していきますか。うん、18日に先駆けて、ティザービジュアルアニメ、ビジュアルやアニメの、ね、メインスタッフなどが公開されたということでございます。はい、メインスタッフこちらの方々でございます。豪華な顔ぶれとなっておりますね、あ、これね、あのティザーでございます。はいはい、はい、あのなんか手と手が触れそうで触れない距離感というかね、なんですかね、絶妙ですね、いいな、いいですよね、ドキドキするな、手と手が触れそうで触れない距離感っていうのがこう内容にマッチしてる感じもしますね、なんかね、確かにいいですよね。これがなんか関係性が結構この1枚に詰まってますね。さあ、じゃあメインスタッフ見ていきましょう。こちらもう豪華ですよ。はい、
うん、監督は石浜正史監督ということで、まあ、ペルソナ 5G アニメーションや、新世界よりなどを、ね、担当されておりました。シリーズ構成脚本は吉岡隆夫さんということで、うん、4月は君の嘘ワーキングなどですね、うん、はい、キャラクターデザインは飯塚春子さん、アンサンブルスターズや犬ボクシークレットサービス、うん、はい、音楽は横山勝さんでございます。これも4月は君の嘘千早降るなどを担当されております、制作はクローバーワークスということで、空の青さを知る人は約束のネバーランドということで、もうガッチガチですよ。もうすごいですね。絶対いいアニメになるでしょう。さあということで、放送情報も同時に解禁となったんですね。放送は2021年1月放送でございます。すぐ、そうですね、あとワンクール立てば、そうだ、すぐですよ。いいですよ。詳細改めてね、お知らせとなりますので、そこを待ってください。待ち遠しいなんて人もいっぱいいるでしょうね。アニメ化待ってましたっていうね。はい、さあどうですか、アフレコはね、もう進んでると思いますけれども、現場の空気などどうですか。もう結構ね、だいぶ進んでまして、おうおうおう、いろんなエピソードやってるんですけど、うん、具体的にどれを拾ったかは言わないでくださいって言われました。言えないんですよ。 そうなんだ。そこがね、まだね1月公開、楽しみにしていただきたいなと思うんですけど、ね、だから、まだ誰がいるとかも言えないっていう、ね、そうなんですよ。声優さんも言うなって言われてるんで、めちゃくちゃめちゃもういろんな人出てくるんだよな。すごいこう、うん、チャックしますね。なるほどね。本当にね、トマスさん言いかねないですからね。そうなんですよ。ついね、言っちゃいそうになって、ここまででかかったロッで、ね、言っちゃったりなんかして、はい、ここはちょっとプロとして、はい、ね、でもいい感じの雰囲気で進まれてますか。そうですね、うん、なんか結構待ち時間とか、はい、ちょっと休憩の時間とかに喋れる時間とかいうのもあれなんですけど、コミュニケーション取れる時間もあったりとかで、はいはい、楽しく過ごしてますね。なるほど。アフレコ時間も、うん、堀さんっていうキャラクターはこうどういう感じで演じられてるんですか。堀さんはでも、はい、なんかこうこうしようってあんまり作ってないかもしれない。 なんていうんですかね、うん、こうしお芝居しようとか、おうおうおう、あんまりこう演じようっていうのそんなになんか、うん、あえて意識してないというか、うん、その原作から感じた堀さんのイメージを、結構そのままなんかこう自分が感じたように、うん、演じさせていただいてるんですけど、結構そのままで OK をいただくことも多かったりとかするので、うんうんうん、なんか本当になんか相手のお芝居を聞いたりして、はい、その場で出た堀さんをそのままぶつけるみたいな、結構一期一会のお芝居をしてるかもしれないです。そういう感じをやっぱ内山さんも感じます、うん、いや、いい感じだと思いますよ。 あ、うん、ありがとういい感じ、ありがとう。宮原もいい感じだよ。ありがとう。褒め合っていかないとね。あれですか、原作の先生とかって、うん、まあ、こういう風にしてくださいみたいな感じのなんかご指示受けたりとかもするんですか。どうなんですか ね具体的に誰が指示を出して僕らまで届いてるのかっていちいち分かんないんですけど、そっか、でもなんか最近すごくて、そのいろんな部屋に分かれて、うん、聞く側も分かれて聞かれてるんですけど、でプラスなんかネットを通して聞いてる人がいますみたいな。あ、なリモートめっちゃたくさんの人に監視されてるんですよ。こうアフレコブースに、はい、カメラがあるんですけど、はい、そのカメラを通して我々はたくさんの人に実は見られてる、うん、見られ聞かれ、いろんなのが凝縮されて僕らに降りてくるんですけど、そう、実際計何人の意見なのかが分かんないですよね。もちろんそのだからやっぱり原作サイトの意見も、はい、そこには含まれていてチェックされてますね、うん、そっかそっか、うん、なるほどね。いや、まあ、堀さんと、ね、宮村くんの関係性とかもね、うん、まあ、ちょっとね、まだ明らかになってないところもありますけれどもね、まあ、こうやってね、こうアフレコの雰囲気とか聞くとどういう感じなのかなとか、原作読んでる方とかはね、想像もできるでしょうということで、堀宮の放送まではちょっとお楽しみにということで、じゃあ CM に入らせていただきますが、 CM の後お二人が PV の解禁をかけたクイズに挑戦いたします。さあここからはこちらの企画に参りましょう。クイズもう一つの顔、
さあということで、あ、先ほどですね、キャラクターのこの画像があったじゃないですか、うんうん、周りを取り巻くキャラクターたちの画像、はい、こちらなんですけれども、はい、これね原作のカバーイラストになりますので、はい、アニメのやつじゃないです。間違えてる、うん、なんかそういう雰囲気とんでもない間違いをしてしまった。そういう雰囲気で話しちゃってましたね、うん、完全に言ってしまった。なんか流れでこれもそうなのかっていうふうに錯覚しちゃいましたね。うん、さあということでアニメの絵はまだ皆さんちょっと楽しみにしてください。はい、もうめちゃくちゃ綺麗だから勘違いしちゃいましたね。さあということで、はい、クイズでございます。はい、堀宮のね堀さんと宮村くんのように世の中のあり、中に世の中にあるさまざまなものには、うん、もう一つの顔なんていうものがあります、うん、そんなさまざまなもう一つの顔を二人に当てていただきたいと思います。はい、見事半分以上クイズに正解することができれば本日特別に、第1弾 PV、堀さんと宮村くんバージョン、うん、これをねご覧いただくことができるんですけれども半分以上当てれなかったらナイス。めっちゃプレッシャーなんですけど。このクイズにかかってます。大事なクイズじゃないですか。二度とも解禁しないで。なんで封印になります。撮ったのに一生懸命。さあということで書いたスケッチブックに記入していただきます。1問につきどちらかが正解していれば1ポイントさせていただきます、うん、はい、それではまず1問目はこちら。100円玉の数字の裏に書かれているものは知らない。なんかちょっとさっきここのスタジオでアイス買った時に100円出したのにな。いやもう現金とか使わないっしょ。この時代、ね、キャッシュレス決済の時代なのに。キャッシュレスよ。時代に合ってない問題ですけれどもね、しかもなんかそういう問題なんですね。なんかそうなんですよ。堀宮は関係ないです。はい、内山さん参りましょう。なんか葉っぱ。なんか葉っぱ。なんか葉っぱあったと思うんですよ。めちゃくちゃ広い。めちゃくちゃ広いな。なんか葉っぱあったと思うの。残念。違った。はい。なんか葉っぱだと思うんだけど。なんかこういう花。あ、分かる。なんか葉っぱでしょ。こういうやつが花花。あの二人ともあやふやな回答をやめていただきたい。うん。何これ。さあということでこれあれですよ。一問一答ですか。なんか連投しようとしてたけど。みんなこうやって出してやる話もあるじゃん。いや違いますよ。宇治原さん何個も書こうとしてたでしょ。違うんですよ。一問一答なんですよこれは、ね、大事なチャンス失ってるやん。あと1回だけじゃあこの問題に関してはいいです。回答させてあげます。はい、そう言われると何も出てこないな。わけのわからないハートを書かないでください。あいつは何の花なんだろう、うん、ヒントお花見。ヒントお花見ですよ。え、うん、え、やつしかなくないですか。お花見。え、お花見、え、お花見ですよね。いや、俺は分かりました。はい、さあ、内山さん参りましょう。お花見、うん、ブルーシートが書かれてるわけだ。ブルーシートだね。どうやってブルーシートを表現するんだ。全然かかってるから、ね、どうやって銀色でブルーシート表現するんだ。なんかこう、表面のテクスチャーをザラザラ感ザラザラ感を。さあ、そしてじゃあ、トマツさん参りましょう。当てましょう。はい、桜。桜、正解。本当に？よし。あれ桜なんすよ。なんか葉っぱとしか言いようがないやつじゃない。葉っぱじゃないんすよ、ね、あれ思ってた花と違った。花ですよ。さっきのハートみたいなやつじゃないんですよね。本当だ、うん、なかなか覚えてないもんすね。難しい。まあ一応1ポイント差し上げましょう。ありがとうございます。はい、はい、さあ日本のね、あの国家であるあの桜はですね、山桜なんですね。はい、山桜が書かれているということでございました。はい、続いての問題参りましょう。第2問こちら。将棋の格行は成るとなんという駒になるんですか。あ、最近格ですね。スイッチのゲームで将棋やったんだよな。ちょっと頑張って。全然分かんなかった。渋いのやってますね。え、格行、ひっくり返す、裏の相手陣地行くと変わるやつですよね。格です。そうです、うん、全然分かんないわ。え、将棋やるんですか、内山さんは。いや、その初めてスイッチで。はぁ、全然覚えてない。将棋触れてこなかったんです。あの歩がとになるやつですよね。あ、そうです。あ、ね、そうだそうだ。と金になるやつです。え、それが何になるんだろう、はい、動物の名前。あ、動物の名前がついてます。はい、あの昔からあるやつだから。出されたヒントカンペを先に読まないで。はい、私が言いますんで。動物の名前じゃないんですよ。
素人の、はい、フロアが出したカンペをどうぞお前先に読まないから十分のペース全然思い浮かばない、はい、動物全然思い浮かばないよ、わかんないよ、一斉に出します。ちゃんと答えたい、昔からいたっぽいやつだと思うんです、うん、将棋だからね、はい、うん、さあ参りましょう、一斉にオープン。うさぎ、え、うさぎ、正解、うわった、あ、こういうのあった、こういう字あった、うん、こういう字一応なんかね、龍馬っていうらしいですよ。あ、そうなんだ、うん、あ、でも馬でもいいんですね。馬でも OK、 あ、よく分かりましたね。なんか馬って 見たことあったんですよ、馬っていう文字を、馬っていう文字は見たことあるけどそれ桂馬じゃないですか。確かにラッキーな、ラッキーなじゃないですか。斜めの方向に進める格行がさらに、前後左右に一間ずつ進めるようにもなるという、はい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 、はい、ということであと2問、2問中1問正解でクリアということでございます。楽勝じゃん、これは頑張れそう、はい、さあ、うん、ということで続いてまいりましょう。第3問こちら、アジサイには移り気という花言葉がありますが他にも意味を持っています、それは一体何でしょうか。めっちゃむずいんですけどなんか古文の授業でやったやつでしょこれ、うん、花言葉っすよ、花言葉とか気にする、なんか国語の授業でなかったこんな、え、花言葉、花言葉じゃないけどなんか他の意味もありますみたいな、うん、頑張って思い出して、全然思い出せない、うん、なんか移り気ってちょっとね、あの、良くない意味ですけれども、逆の意味はなんかポジティブの意味らしいですよ。ポジティブ、うん、え、季節関係あるんですかね、はい、移り気あります、季節は関係ないです。アジサイの他の、うん、アジサイ、ちょっとハートフルな、ハートフル、ハートフル感じです、はい、わー、わかんない、移り気、移り気とはちょっと違いますね、全然逆の言葉かもしれないです、ね、逆の言葉、移り気の逆、逆に一緒にいるみたいな、あ、逆の言葉ね、はい、じゃあいきますか、移り気でしょ、回答オープン。さあ、トマスさんは、私は一途で優しいんだ、ね、言い切ってますね、はい、内山さんはずっとそこ、ずっとそこ、どういうこと映らないんだっていう、移り気、うん、映らないんだっていう、逆を直で言っただけでしょう、ね、さあ、ということで正解か不正解か、わかんないわ、正解、ダメ、正解、一家団らん、いや、一家団らん、むずいぞ、いや、これ教わった覚えないわ、なんかね、あの、小さな花がたくさん集まっているというね、形状からなんですって、なるほど、はい、なるほどって思った、本当に嘘だろ、言わない、全然俺なるほどじゃなかった集まってるって適当すぎるんだよね、一家団らん、なるほどとか言ってさ、とりあえず肯定するっていう、ね、本当に適当だよね、うん、仲間割れやめてくださいよはい、さあ、最終問題です、これに正解できるんでしょうか、はい、最後の問題こちら、一万円札の肖像としても有名な福沢諭吉ですが、実は〇〇が大好きだった、〇〇一体何でしょうか、うん、福沢諭吉が好きだったもの、なんかもうちょっとこの、うん、答えさせてあげようみたいな問題ないんですか、なんか内山さん、はい、やっぱりお金、お金、お金が大好きだったから、うん、1万円にしてあげるから、じゃあ今めちゃくちゃ嬉しいでしょ慣れたって言って違います、なんかヒントないんですか、ヒント、ヒント、はい、ヒント、まあ大人になってこれ好きなんだよなって、これやめられねえんだよっていう、あ、やめられねえんだよの中でもやっぱりこれだよねって、まずこれだよね、あー、わかったぞ、わかった、私も好きです、はい、内山さん、はい、え、あれ、なんか何投もしようとしてないですか、ダメ、いやいや一回一投出してたでしょでどうでしたっけ、これ最後ですもんね、これだって一応いいですよ、じゃあ出してください、いや、僕は その流れで言うとお酒的なやつかなっていう、ね、これはね、不正解なんですね、え、さあ、そしてトマスさん参りましょう、わかった、はい、ビール、ビール、正解、終わった、はい、やった、自分の好きなやつ書いてないけど、私が好きなやつ、トマスさんビール好きなの、ビール大好き、似合いますね、なんかね、ビール大好き、いいですね、なんか福沢諭吉は常に自宅にビールを常備してんですって、へー、
男子中もビールはアルコールではないって言ったこともあるし、はい、で飲んでたんですってすごいな2人はお酒どうですか好きですよ、ね、好きですか、うん、あの本当にやっぱビール飲みに行ったこととかもあるんですよ、よくどういう感じになるんですか二人ともいやいろいろありすぎていろいろあるのかい面白い酔った内山高校面白いですよ内山さんがもう酔うと変わるんですか結構変わりませんけどね、うん、でもなんかあ明るくなりますあいいっすねあなんかちょっとはしゃいでる内山さんもちょっと見てみたいですねはいということでございまして、3問4問中3問正解ということで見事達成やったー PV かかってるから、うん、よかったそうなんですよ皆さん歓喜ということでございまして PV をね公開できることになりまし た今日初解禁ですからねこれね、うん、お二人はもう声当てられて見てはいるんですよね、うんいやでも完成したの完成形は見てない、はいはい、じゃあちょっと一緒にご覧いただきましょうか、はい、早速ですが第1弾 PV、堀&宮村バージョン映像お願いいたします。誰しも他人には見せない一面があるはずだ。携帯落ちましたよ。ありがとう。個性も真逆、喋ったこともなかったクラスメート堀さんですよね。だった あなた同じ学校？同じクラスの宮村ですよ。私たちは他人には見せない時間の共有者になった。堀宮1月より放送開始。わーいあ綺麗でしたね。綺麗だった絵がね、うん、さあということでございましてこうでも声当てれる時ってどうなんですか。あそこまでできてる状態なんですか。いやー時はまだまだできてないですか、まあ、仕上がってはいなかったけれども、うん、じゃあもう完成形見ていかがですか。いい感じだと思います。いい感じだと思いい感じなんじゃないでしょうか。めちゃくちゃいい感じでしたね。ワクワクする感じのね、うんしかないですね。ねえ、もう他人には見せない時間の共有者になったってとこが、はい、あれ結構取りました。ねえ、息が合わなかった。息が合わない。息合わなかった。息が合わなかった。かなり取りました。そう、結構アフレコ進んだ後に撮ったんですけど。そうかそうか。ね、進んでから撮って合わないで撮るの。反省したい。そう確かに反省したいね。なんかせーのとか言われるんですか。なんか息で行くんですか。どうしたっけ。でもせーのは使わなかった。使えなかったのかな。なんかタイミングを合わせなきゃいけない場所が何箇所かあって。あなるほどね。あ、うん、さあちょっとワクワクしますけれども、ね、いや面白そう、ね、あの空気感で他のキャラクターたちがまた動き出したらね、うん、もっといろいろ物語が展開していって堀宮村バージョンって言ってるぐらいですから、うんうん、他のキャラクターバージョン、あそうですよね、誰々と誰々バージョンみたいなのもあるんですかね。確かにどうなんだろう。これはすごいちょっとねまた楽しみでございますけれどもね、うんうん、まあ、放課後とかにこう、ね、二面性があるねもうキャラクターたちのねこの、なんだろう、この不思議な感じが詰まってましたけれどもね、うん、お二人どうですか。なんかこう人に見せてない部分とか結構持ってる方ですか。なんか人に見せてない部分いや全然あると思いますよ。お互いで知ってるようなところもあるんですか。なんか確かに、うん、でもそうだ、でも酔っ払ったうちとか見せてないんじゃない。いやそれやだ、見せる場面あんまないんじゃないですか。ないですよね。ああ、そう、仕事中にお酒飲まないことになってるんで。あ、そうなんですか、はい、あ、どういうこと。事務所がいい顔しないんですよ。やめといた方がいいっていうことになってるのかな。知らんとかじゃないんですよ。ああ、うん、なんか声優さんって飲みながら放送するみたいなたまにありますよね。やったことない。私もやったことないです。やったことないですか、はい、もうちょっと上の人たちですかね、やってんのね。そうなんですかね。うん、なんかアベマ TV とかではねなんかよく見ますけれども、アベマとかでですね、うん、もう飲まなくても酔っ払いみたいなテンションなんですね。アベマでもう谷山紀章さんがめちゃくちゃ飲みながらやってました。そうなんですよね。さあということでアニメの放送も待ち遠しいですね皆さんね、はい、まあ、クイズをやりましたけれども PV が公開されてよかったですね、はい、皆さんの反応はいかがなんでしょうか。以上もう一つのクイズもう一つの顔でございました。
さあ、間もなくですね、もうエンディングのお時間なんですって、あすごい楽しみだね、はい、アニメでございますけれども、まあ、原作をこう読んで、まあ、声を、ね、当ててこう、ね、アニメーションにこの命をこの吹き込むというこの、ね、あの声優さんのお仕事も、ね、結構大変だとは思いますけれども、やっぱ皆さんより早く、ね、このなんか映像が動いているところとかこう見てみて、やっぱ感動するところとかも結構ありますよね。まあ、確かにやっぱりあの長い歴史があるっていうか、ネットで連載されてた部分もあるし、そこからまたこう今のタイトルの形で始まってっていうので、いろんなところから各時代から入ったたくさんのファンの方々がアニメ化楽しみにされてると思うんで、本当にその方々の期待を上を行くような作品になればいいなと思いますけどね。やっぱ根強いファンいっぱいいますからね、すごい楽しみにしておりますよ。はい、どうしました？どうしました？これから、はい、堀宮をこう放送までに、はい、あのさらに盛り上げていきたいので、はい、確かに、こう岩井さんに応援隊長をお願いするみたいな。どうですかね？ちょっと待ってください。僕でいいんですか？やってくれそうか満載じゃん。やったぞ。これいけるぞ。これ隊長になってくれるぞ。これ完全に受けてくれるやつだ。やったぞ。いいんですか。わかりました。それでは正式に堀宮応援隊長に就任させていただきます。いきなり一緒に作品を盛り上げてまいりましょう。まさかの就任。まさかの突然の就任。急な大本感がすごかったっすね。いやもうすごいすごい見せてくるんで、これだって、この台本、このね、カンペをパパパパパンすごい見せてくるんだって。そうなんですよ。ありがとうございます。ということで、堀宮応援隊長に就任させていただきます。ありがとうございます。いろんなね、このプロモーションとかに僕もちょっと関わらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっとまたね、お会いする機会もぜひぜひありそうなんですけれども、その時はやっぱそういった機械的な感じじゃなく接していただけると隊長としてついていこう。隊長としてね、やらせていただきますんで、本当にでもアニメ楽しみですね。ね、ということでございまして、皆さんもね、あの1月からの放送を、ね、もう楽しみにこう、ね、まあ、原作も読んでみて待つもいいですしね、まだこの放送で知ってくれた方とかもね、もう原作ちょっと読んでからね、あのアニメに臨んでいただくでもいいですし、すごい楽しみにしてください。ということで最後にお知らせでございます。トマスさんと内山さんからお願いいたします。はい、テレビアニメ堀宮公式ツイッターフォロー&リツイートキャンペーンの実施が決定いたしました。はい、でテレビアニメ堀宮の公式ツイッターをフォローしていただいて、PV 公開のツイートを引用リツイートの上、ハッシュタグ堀宮をつけて、応援メッセージをつぶやいてくださった方の中から抽選で私たち3人のサイン入り、ティザーポスターをプレゼントいたします。はい、で、それですね、今映ってるやつ、これをプレゼントします。応募期間は番組終了から9月28日月曜日の23時59分までとなります。よろしくお願いします。はい、ね、2人だけのサインでいいんだよと、ハライチ岩井のサインいらないよと言ってる方は、いや応援団長ですからね。隊長ですからね。曖昧な設定の曖昧な設定で、もう本人があやふやになっておりますけれども、皆さんこれからもね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、クイズとかもやりましたけれども、本日の放送いかがでしたか。言えないことがね、そうですね、他のキャストこの人出るよとかいろいろ情報あるので、まだまだ楽しめる余地あるんじゃないでしょうか、放送までも。こう PV も私たちも本当に今日本当に色がついて音も入ってっていうの初めて拝見できたので、もう面白い匂いしかしないというか、もうすごくあの改めてオンエアがすごく楽しみになりました。ワクワクするような感じのね、あの PV でございましたけど、ポスターもね、こっちバージョンの宮村くんもね、いいですよね、学校バージョンのね。それだ、2人ともこの自分の写真をね、こう持ってますけれどもね、
まあ、なんでこう、ね、そんなにピアスを開けてるのか、もうタトゥーとかも入ってますからね。うん、結構ギャップの多い、まあ、どの人物もそうなんですけど、うん、話が進んでいくにつれていろんな顔を見せてくれると思うので、はい、最初の印象からまた変わっていくんじゃないかなと思いますね。そうなんですよね、まあ、原作読んでもらってる方は分かると思いますけども、先ほどもね、宮村君タトゥー入ってるって言ってましたけど、結構いかつめのね、結構なんか物腰柔らかい表情が印象的ですけど、はい、いろんな顔見せてくれて、結構遊び心満載でそこはやっていたりするので、はい、振れ幅を楽しんでいただければと思ってますけど、なんかギャップってやっぱりね、魅力的だったりもしますけれどもね。確かに、まあ、隠しというなんか本人たちの中では隠したい部分だったりするのかもしれないですけどもね。まあ、堀さんも家庭的な部分ですとかね。そうですね、すごくなんかこうサバサバした一面だったり男気のある部分だったり、でもこう宮村と一緒にいる時のこう女の子らしい一面だったりっていう、はい、本当にいろいろなところが見えるので、うん、なんかこう学校生活でのまた堀さんと家で家庭的な堀さんとっていうところでまたちょっとずつ見せる面が違ったりするので、うん、そこも楽しんでいただきたいなと思います。なんかね、お互いというかもう自分のね、うん、この隠してる部分がね、学校ではあるとちょっと気張ってる部分も多分あると思うんですけれども、うん、それがねこのお互いそこを共有してるってことで結構このねオープンな感じで2人の仲がね、うん、こう接せれてる感じがすごいなんか印象的なんですけれどもね、そこがなんかちょっとどういった関係性になっていくのかっていうことがね、まあ、アニメでは明らかになると思いますので、皆さんぜひお楽しみにしてください、はい、ということで見てくださってる方にはですね、なんとこれからですねアニメの放送がさらに待ち遠しくなるような情報もたくさんお伝えできたんじゃないかということでございますけれどもね、うん、2021年1月から放送開始ということでございます、うん、はい、ということでお別れのお時間となりました。内山さん、戸松さん、ありがとうございました。ありがとうございました。応援団長、はい、ありがとうございます。会長、よろしくお願いします。応援隊長、隊長、はい、会長お願いします。はい、します。またじゃあお会いいたしましょう、はい、見てくださった方ありがとうございました。さようなら、バイバイ。